おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙は好きな航空機ってあるの？うん。急に言われると悩むけど、コンコルドは好きだぜ。あの優先形のフォルムがたまんないぜ。コンコルドは幅広い年代に人気よね。じゃ、今回はコンコルド最初で最後の人身死亡事故を紹介するわね。好きな航空機だって言ってるのに、なんだか微妙な気持ちだけど気になるから教えてくれよ。それでは早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。まずはコンコルドについて説明するわね。コンコルドはイギリスの BAC やフランスのシュドアビアシオンなどが共同で開発した超音速旅客機で、1975年に就航、1976年1月21日に運用が開始されたわ。見た目が斬新でかっこいいから古さを感じなかったけど、結構昔から飛んでるんだな。コンコルドは高度5万5000から6万フィート、およそ2万メートルという通常の旅客機の飛行高度の2倍もの高度をマッハ 2.2 で飛行。定期国際運航路線に就航した唯一の超音速民間旅客機だったのよ。普通の旅客機でもびっくりするくらい高いと思ってたのに、その倍の高さってどんな景色だったんだろうな。もう成層圏だから、雲一つない世界ね。そんな空の旅を45年前からしてたなんてすごいな。2020年2月にボーイング747-400 がニューヨークロンドン間3459マイル、約 5570km をジェット気流に乗って、4時間56分で飛ぶという、超音速を除く旅客機としては過去最速の記録を達成したんだけど、コンコルドはなんと同じ区間を2時間52分59秒で飛行したんだから、びっくりよね。めちゃくちゃ速いな。ワクワクするわよね。超音速飛行を追求した美しいデザインや、数少ない超音速旅客機だったこともあり、前期が退役した現在でも根強い人気を持つのも納得よね。だよな。そんな異次元の速さを誇るコンコルドは、1975年の就航から2000年まで、人身死亡事故はゼロ件だったんだけど、唯一の死亡事故がきっかけで対空照明が取り消されて、長期にわたって運航停止となってしまったの。2001年11月7日に運航の再開が認められたものの、直前に発生したアメリカ同時多発テロによる世界的な航空不況によりコンコルドは退役したのよ。そのたった一度の死亡事故が火災によるものだったんだな。そして、2000年はエールフランスを含む4社が航空連合スカイチームを創立した年だったんだけど、この事故はスカイチームの歴史上、初めての死亡事故でもあるの。スカイチーム初めての死亡事故で、コンコルド最初で最後の死亡事故か。なんで25年間死亡事故のなかったコンコルドで、突然火災事故なんか起きちゃったんだ？事故を起こしたエールフランス4590便は、フランスパリのシャルル・ド・ゴール空港からアメリカニューヨーク州、ジョン・F・ケネディ国際空港まで、ドイツの豪華客船ドイッチュラントによるカリブ海クルーズでエクアドルに向かうツアー客を運ぶ予定だったの。コンコルドに乗ってからカリブ海クルーズって、お客さんはみんなお金持ちだったんだな。ツアー代金の総額は当時の為替レートによる日本円換算で、約140万円だったそうよ。すげえ。100名の乗客はカリブ海クルーズを楽しみにしていたでしょうね。運命は残酷だな。2000年7月25日の16時42分、コンコルドは離陸滑走を開始。コンコルドが時速323キロに到達した時、管制塔からはコンコルドの後ろに黒煙が発生しているのが目撃されたの。まだ離陸滑走の時点ですでに火災が発生していたのか？機体はすでに滑走路の半分を走り終えて離陸決心速度を超え、滑走路の長さから離陸中止はできなかったの。16時43分15秒、コンコルドは黒煙を引きながら離陸。操縦席からは、その状況は目視できなかったんだけど、管制塔からの緊急連絡で機体の状況がパイロットに伝えられ、操縦席の警報も機体が深刻な状況にあることを示していたわ。操縦士は着陸装置を収納しようとしたけど動作せず、離陸から15秒後、高度わずか30メートルで、すでに飛行に支障が発生していたの。止まりたくても止まれないし、そんな状況でも離陸するしかないんだよな。機長は緊急着陸のため5キロ先にある、ルブルジェ空港に向かおうと高度を上げようとしたんだけど、エンジン水力低下やエレボンのコントロール消失により高度が低下し、やや左にそれて飛行したの。やがて機首を上にした状態で失速し、離陸から2分後の16時45分に、シャルル・ド・ゴール空港から南西約9500メートル離れた、ホテル・オテル・イッシモ別館のレストラン北側に16時44分に後部から墜落。墜落現場では巨大なキノコ雲が発生したそうよ。16時42分に離陸滑走開始で、16時44分に墜落って、2分くらいの出来事なのか？そうなの。タイヤが破損してから墜落するまでの時間は、わずか81秒だったと判明しているわ。
墜落した機体は南の方角に砕け散って炎に包まれ、機体の前半部を除くほとんどの部分が消失し、ホテル一室もの別館全40室も全焼。この事故により乗員9名、乗客100名の搭乗者109名全員と、墜落現場付近にいた4名の、合わせて113名が死亡し、10名以上が負傷する大惨事となったわ。また、この事故により発生した火災の鎮火まで3時間を必要としたの。乗員乗客全員に加えて、墜落現場にいた人まで巻き添えに。4590便として運航されていたコンコルドには、離陸前点検で左翼内側の第2エンジンに異常が発見され、逆噴射装置の部品を交換したために予定よりも出発が遅れており、この点も事故原因との関連が疑われたの。また、4590便にはツアー客以外の荷物19個が積まれていたためテロの可能性も検討されたんだけど、事故の原因を決定的にしたのは、滑走路に残されたタイヤの破片だったのよ。事故の過程と原因を詳しく教えてくれ。フランス運輸省事故調査局は、2001年1月5日に事故原因として、まず離陸中に2番タイヤが破裂したことを挙げた。車輪はダンロップ製、タイヤはグッドエアー製で1996年からコンコルドに使用されていたわ。4590便が時速323キロで離陸滑走中にタイヤが破裂し、空気圧と遠心力で吹き飛んだタイヤの破片のうち、重量 4.5kg の比較的大きな破片が、主翼下面の5番燃料タンク外壁に衝突。衝突部は大きく陥没しただけで貫通はしなかったが、主翼内部の燃料タンクにその衝撃が伝わり、圧力によって燃料タンクの全部が破裂して激しく燃料が漏出。漏れ出た燃料は霧状になって主翼下面を流れ即座に発火。その熱でアルミ製の主翼は徐々に融解し、主翼のエレボンも脱落。エンジンの推力も徐々に失われてしまったの。クルーは高度を上げようと努めたんだけど、高度60メートルから上昇させることはできず、やがて機体はバランスを失い、機首を高く上げて失速したと断定されたの。そもそも、なんで突然パンクしたんだ？事故調査局はタイヤが破裂した原因として、タイヤの破片に残った金属片が食い込んだ後に注目したの。その痕跡に一致するチタン製金属部品もほどなく滑走路脇から回収され、これによって離陸滑走中に金属片を踏んだことが、タイヤの破裂を引き起こしたと結論付けたわ。タイヤの破裂を引き起こしたと見られる金属部品について、5週間かけた捜索の結果、DC-10 のエンジン部品の一つと判明。4590便が離陸する5分前に同じ滑走路を離陸した、アメリカのコンチネンタル航空55便 DC-10 のエンジン部分を調べたところ、第2エンジンの該当部品が脱落してなくなっていることが確認されたわ。え？他の飛行機から落ちた部品を踏んだことが原因だったのか？金属片を落下させたとみられる DC-10 の主翼を調査したところ、機材の消耗が著しく、機体のメーカーが定める耐久基準も満たしていなかったと結論付けられたの。問題の部品は正規の部品ではなく、部品メーカーで30年前に製作されたものだったのよ。また、事故発生の16日前に取り付けたにもかかわらず落下しており、コンチネンタル航空の整備ミスの可能性が指摘されたわ。他の機体の整備ミスでコンコルドが墜落して、大勢が犠牲になってしまったのか。当然だけど、エールフランスと保険会社は、2000年11月にコンチネンタル航空を相手取り、損害賠償訴訟を起こしたの。でも、コンチネンタル航空側は自社の金属片であったことを否定。フランスの司法当局も、2004年12月に事故はコンチネンタル航空の整備ミスが事故の根本原因だった、と結論。2005年3月にコンチネンタル航空の刑事告発に踏み切ったわ。2010年12月6日に、ポントワーズ経済裁判所はコンチネンタル航空の過失を認め、罰金20万ユーロ、約2200万円の有罪判決を言い渡し、同航空機の整備を担当した従業員一人に、禁錮15ヶ月の執行猶予付き判決を言い渡したの。コンチネンタル航空はこれに控訴して争い、ベルサイユ控訴院は2012年11月29日に、コンチネンタル航空、従業員ともに逆転無罪判決を出しているの。え？結局無罪なのか？刑事裁判はね。一方、並行する民事裁判では、事故によってエールフランス航空のイメージが低下した責任はコンチネンタル航空にあるとして、100万ユーロ、約8260万円の損害賠償を命じた一審判決を支持したわ。なんか、被害の大きさに比べて裁判で争われてる金額が小さすぎないか？遺族には保証があったとは思うけど、大勢の命が失われたことの責任の所在があやふやなのは気持ち悪いぜ。本当にそう思うわ。この事故の被害者には20年間の貯金をこの旅行に充てた夫妻や、親子3世代で搭乗した6人家族、墜落地点のホテルでは事故の2日前に勤務し始めたばかりの女性も犠牲になったの。部品一つ滑走路に落ちてなかったら失われることもなかった命なんだよな。胸が痛いぜ。
墜落から10年後、2010年7月25日に墜落現場に近いパリ郊外ゴネスで、遺族ら数百人が参加した追悼式典が開催されたんだけど、家族を失った悲しみは10年の月日で癒せるものではないわよね。もう二度とこんな悲劇が繰り返されないように、航空機の整備にはお金も時間も手間も惜しまないでほしいわね。その通り。頼むぜ、世界中の航空会社さん。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。